島々と瀬戸内海を旅するということをテーマに作っておりますので、そういったことを感じていただければと思います。瀬戸内国際芸術祭の期間中ということもありますので、ぜひ高松から島々の旅をしていただきたいというふうに思います。